終了前の SCP-751JP。アイテム番号、SCP-751JP。オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル。SCP-751JP はサイト、81、の専用収容チャンバーに保存されています。収容チャンバーの壁に20枚の手のひらを持ったマークが印刷されている紙片を貼り、毎日一度それらのマークを確認してください。それらのうち1枚にでも変化が発生した場合、D クラスを用いて貼り替え及び変化した紙片の処分処置が行われます。また、サイト、81、では、手の形を持ったシンボルマークの使用が禁止されており、またそれらが印刷された物品も持ち込みが禁止されています。未収容の SCP-751JP が発見された場合、直ちに同専用収容チャンバーに収容してください。説明。SCP-751JP は、高さ 1.8 メートルの中指だけを立てた手を持った像であり、その主な材質はパラフィンで特別な性質は確認されていません。また、台座の部分には小さく、エブリボディ、ファックユーナンバー3、と刻まれています。SCP-751JP が存在する地点から一定の範囲の中、最大で SCP-751JP から 6.8km 離れた地点での発生を確認、において、4日から38日の不定期間隔で SCP-751JP-1 が発生します。SCP-751JP-1 は中指を立てた手を持ったシンボルマークであり、その他の手の形を持ったシンボルマーク1から変化する形で発生します。近い距離に手の形を持ったシンボルマークが存在しない場合に何が起こるのかを検証する実験は行われていません。専門学校のテキストから発見された SCP-751JP-1。任意の人間、以下、被検体と呼称が SCP-751JP-1 を近距離、約4から5メートル以内、から視認すると、極めて強い怒りの感情とともに記憶の混乱が発生します。これらは一時的なものであり、視認から8週間が経過した頃には通常の人間と比較して目に見えるほどの差異はなくなります。また、被検体に A クラス記憶処理を施すことでも症状は感知します。また、被検体に影響を与えた SCP-751JP-1 はその時点で異常性を失い、他の人物が視認しても影響を受けなくなります。2011年9月頃より急増した、市における傷害事件の調査の中で、SCP-751JP-1 が発見され、その後、駅前の SCP-751JP 本体の特定に至りました。近隣住民には SCP-751JP は気づいたら出現していた、という認識しかなく、その出現の瞬間についての情報は得られませんでした。サイト、81、への収容後、一度のみ研究員が SCP-751JP-1 を視認してしまい、他の職員に対する暴力を振るう事故、インシデント、751、が発生しました。影響を受けた研究員は拘束され、記憶処理を受ける前にインタビューが行われました。インシデント751において SCP-751JP-1 を視認した風間研究員へのインタビュー記録。インタビューログ、SCP-751JP-1。対象、風間研究員、インタビュアー、釘村博士。不起、風間研究員は、車椅子に拘束されている状態でインタビューを受けています。記録開始、2012年4月11日。風間研究員が体を揺らしてもがき続ける。風間研究員。クソ。話せよ。そんなに俺が気に入らねえのか。釘村博士。何をそんなに怒ってるんだ？風間研究員。何を、って。声が大きくなる、この扱いだよ。自分でやっておいて何を聞いてやがるんだ。ふざけやがって。風間研究員。来る日、来る日も来る日、来る日も危ないことばっかりやらせやがって。俺が、一家の奴らを殺したからって。じゃあ俺に何させてもいいよなってか。お前らは安全なところでいい気なもんだな。釘村博士。君が何をしたって？風間研究員。お前が話せつったんだろうが。なんで聞いてねえんだよ。釘村博士。落ち着いて、ゆっくり説明してくれ。風間研究員。俺は理不尽な目に遭ってばっかりだ。俺を殺しやがって。なんで俺だけこんな目に遭わなきゃなんねえんだ。全員グルになって俺をバカにしてるんだろ。博士、あんたもだ。釘村博士、私は君をバカにしているつもりはない。風間研究員、嘘を言うんじゃねえ。激しい罵倒。釘村博士、
インタビューはここで終了します。風間研究員。罵倒を繰り返す。記録終了。風間研究員は勤務態度良好な職員であり、殺人に関わった経緯はありません。調査により、サイト、81、にいる人間の中に指定暴力団、海直系二次団体、一家の構成員の殺人を行った経歴を持つ D40412 の存在が明らかになりました。何らかの関連性があるとされて D40412 インタビューが行われましたが、自分の今の境遇に不満を持っていること以外は特に強い関連性のある事柄は確認されませんでした。これらのことから SCP-751JP-1 の目視による影響は、一定範囲内にいる人間の強い不満感を伴う記憶を取り込むものであると推測されています。また、俺を殺しやがって、という発言に関しては、誰の記憶であるかを特定することはできませんでした。引き続き調査が行われていますが、正確な由来は不明です。この後風間研究員にはクラス A 記憶処理が行われ、その後問題なく職務に復帰しました。D40412 のものと思われる記憶の復活や暴力的な言動などはその後一切確認されていません。発見された SCP-751JP-1。風間研究員は SCP-751JP の担当ではなく、専用収容チャンバーに立ち入ったこともありません。しかし、風間研究員が資料を閲覧していた PC の録画記録を調査した結果、ハイパーリンクに重ねた際のマウスカーソルが SCP-751JP-1 に変化していたことが明らかになりました。以降、サイト、81、の全ての PC におけるマウスカーソルの設定変更が収容プロトコルに加えられることになりました。